口から飛行機で羽田にやってきて、国際線ターミナルに移動してきたところからスタートです。今日の予フライトをチェックしておきましょう。さて、今回はどこに行くんですか？私たちが乗るのは0時44発ですね。え、バンコクかシンガポール。さっき何乗ってきたか考えればどっちかわかるはず。さて、寄りたいところもあるので、少し早いですが、出国していこうと思います。出国しました。それでハトある場所に向かっていこうと思います。そういえば晩ご飯は？晩ご飯もそこで食べる予定だよ。この先って ANA ラウンジじゃん。いつも入ってなかったっけ？この時、自分はまだ平会員だったから、普通に乗るだけだったらここに入れないんですよ。ということは、今回は平でも入れるチケットを持ってるわけだ。そういうこと。残念ながらスイートラウンジは入れないので左です。ラウンジの中に入ってきました。地味に国際線の ANA ラウンジ入るのは今回が初めてだったので、少しワクワクしております。国際線のラウンジということで、飲み物の他に食べ物も用意されています。ドリンクはビールなどのお酒やソフトドリンクといった、おなじみのものが置いてあります。食べ物は、パンやサラダの他に、おにぎりなどの軽食類もあります。メイン料理は、焼きそばやラタプイユ。ハンバーグなどがありますね。山盛りにあるじゃん。しかもこれ食べ放題なのがすごいよね。というわけでとりあえずサラダとカレーを持ってきました。ラウンジのカレーって何かよく聞くけど、美味しいのかな？大体こういうのって、航空会社オリジナルのカレーだから、こういうところでしか食べられないんじゃないかな。さて、シャワーが呼ばれたので行ってみましょう。ちなみにラウンジのシャワーは、順番待ちになることが多いので、少し早めに来て入室の予約しておくと便利です。シャワー室に入りましたが、少し前まで誰かが使ってたようには思えないほど床が乾いていて、とても清潔感があります。タオルもちゃんと綺麗なものが置かれていますね。使ってる人とか多いのに、ここまで綺麗なのは、日本ならではの心遣いなのかね。確かにここまでやってくれるのは素晴らしいよね。ホテルとやってることが変わらないね。使い捨てスリッパまであるよ、さすがだね。これ珍しいタイプのドライヤーだなって思ったら、案の定ダイソンでした。ダイソンっぽい形してるもんね。シャワーを浴びてさっぱりしてきました。搭乗まではもう少し時間があるので、ビールでも飲みますかね。飛行機の中で気分悪くなったりするなよ。さすがにそれは気をつけます。ANA ラウンジには、さっきあったビュッフェ形式の食べ物の他に、ヌードルバーと呼ばれる、麺類提供カウンターがあります。ということで天ぷらそばをいただきます。なんか、思ったより食ってないかこの人。食べ放題だと、いくらでも食べれちゃうんだよね。どこにもバカ食いしてるやつおったわ。搭乗口に到着しました。ちょっとまだ早いですが、この飛行機でシンガポールまで向かっていきます。シンガポールならまだ全然マシだね。今の今までどこに行くって思ってたんだ。搭乗が始まりましたので、乗っていきましょう。今日はここです。乗りました。今回の機種はボーイング787。正確には787の9です。そして今回は、プレミアムエコノミーを予約しました。座席周りを簡単に紹介しましょう。シートピッチは970ミリと、エコノミークラスより広くなっています。モニターは11インチの少し大きめのモニターになっています。コンセントは肘掛けのところに一人一つずつあります。テーブルは肘掛けに収納されていて、折りたたみ式になっています。またカプセルテーブルも備わっています。読書灯は座席に備え付けのタイプです。フットレストは簡易的なものがついています。一応一の固定はできるようです。そしてプレミアムエコノミーでは雨にてももらうことができます。今回は歯ブラシとアイマスクをもらいました。あとは備え付けとしてスリッパもあります。これは持って帰ることもできるようです。あとはヘッドセットもあります。これはさすがに持って帰ることはできません。
そのヘッドセットの差し込み口は、肘掛けのところにあります。これ、少しわかりにくいです。以上で座席紹介終了。あとプレミアムエコノミーは、ビジネスクラスとエコノミークラスの中間的なものなので、座席の位置が大抵翼の上になります。眺望が少し悪くなってしまうのは、仕方ないのかもしれません。シンガポールの入国カードが配られました。入国までに、ある程度記入しておきましょう。よくよく聞いてたら、プレミアムエコノミーの座席って、国内線のプレミアムクラスとほとんど同じだな。確かにそうですね。国内線のプレミアムクラスが、国際線のプレミアムエコノミーと同じって考えたらわかりやすいですね。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board. これより、機内の安全についてご案内します。May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため、通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。For a smooth evacuation, nothing should block the aisle or exits. ご自身の姿勢を確かめてください。You can check your brace position on the safety instructions card. お近くの非常口をお確かめください。Please check your nearest emergency exit. 脱出の際には経路の非常口を示す明かりが点灯します。Emergency lights will guide you to the exits.シンガポールまでは約6時間のフライトです。サービスが始まりました。さっきお酒はラウンジで飲んでしまったので、オレンジジュースをいただきました。あとは深夜便ならではのお茶菓子セットですね。中にはクラッツのスナック菓子と、カントリーマームの小さいやつ、あとはペットの水が入ってます。この辺のサービスは、基本エコノミークラスに準拠しています。ちなみにカクテルテーブルにコップを乗せるとこんな感じになります。
はさすがに寝た方がいいと思うので、少し寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝食のサービスが始まるようです。意外と寝る時間少なかったな。フライトが6時間ぐらいなので少し中途半端にはなってしまいますね。朝食は洋食をチョイスしました。最近はこの機内食のメインだけ通販でも売られているんですが、このイングリッシュマフィンは今販売してなかったですね。昔は売ってたような気がします。中にはマフィンとオムレツ、惣菜としてスモークサーモンとミックスサラダ、フルーツ盛り合わせと袋に入ったパンがあります。かなりがっつり出るんだね。ビジネスクラスの朝食はもう少し豪華なんだろうな。私はこれでも十分なんだけどね。シンガポール到着しました。まだ早朝ということで空港内はとても静かですね。そしてチャンギ空港独特な雰囲気が海外感を漂わせていていいね。前回は3ヶ月前に来たんだっけ。あの時は夕方に着いたんだよね。中航便に乗ってきたからそうだね。ということで入国していきます。無事入国しました。途中黒以外のペンで記入してしまっていたところがあって、書き直してと言われてしまいました。そんなこと言われるんや。コンデ10ドルで100ギガ使えるSIMカードも手に入れたので、安定のグラブ使ってタクシーでホテルまで行きましょう。今回はここまで。